使えないわね。まだ足りない。最後の一撃はユイトの呼吸を見てタイミングを合わせる。今のは結構ギリギリだったな。そう、私は特に不安は感じなかったわ。ユイトならあのタイミングで仕掛けると思ったから。俺は正直ドキドキしたよ。サスなしでもちゃんと連携できるもんだな。相手がユイトじゃなければ失敗していたと思うわ。うまく合わせてくれてありがとう。嬉しいな、カサネに褒めてもらえると。サネはいつも辛口評価だから。私そんなにいつも厳しかったかしら。まあいいわ、早く上に出ましょう。ここからだとニューヒムカがよく見えるな。それで私に話したいことっていうのは？一度カサネに聞いてみたかったんだ。この戦いが終わったらどうするのかって。戦いが終わったら？難しい質問ね。
ユイトは何か考えているの？え？なんとなくは考えてるけど、ちょっと大げさで笑われるかもしれないな。私はどんな答えでも笑わないわ。ありがとう。俺さ、この世界を変えたいんだ。世界を？ああ、この国の嫌な部分たくさん見てきただろ。今の世界は無数の悲しみと犠牲の上に成り立ってる。そうね、スオーでもセイランでもトゲツでも、それぞれの場所で苦しんでる人たちがいた。もっと強い超能力をとか、超能力で世界を巻き戻すとか、そんなことのために何人もの人生が狂わされてきた。こんなのもう終わりにしなきゃいけない。全てが超能力のためにあるような世界じゃいけないんだ。だから俺、今みたいに何もかも能力に頼らなくてもみんなが暮らしていける世界に変えられたらって思う。きっとかなり時間はかかるだろうけどさ、もともとベルペッパーの俺にはぴったりの目標な気がするよ。ベルペッパー、そうだったわね。脳の調子はどう？超能力を失うかもしれないという話だったけど、今のところ大きな変化はないかな。でもいずれはベルペッパーに戻るんだろうって覚悟はしてるよ。意外と落ち着いているのね。先のこととはいえ、少しは落ち込んだりしているのかと思っていたわ。そう言われるとそうかな。まあ不便にはなるけど、不思議と怖くはないんだよな。さっき通信障害が起きた時も同じことを思ったんだ。さすなしでも重ねと背中合わせで戦ってた感じで。似たようなことを考えてたのね。超能力をなくすのはあんな感じなんじゃないかな。俺が重ねやみんなと繋いでるのはさすだけじゃない。顔が見えなくても声が聞けなくても本当に大事なつながりはなくならない。だから俺やっていけるよ。頼もしいわね。最初の頃は正直一緒に戦うには頼りない相手だと思っていたけれど。そう思われてるんだろうなって気はしてたよ。でも今のユイとは違うわ。きっと本当に世界を変えられると思う。コソネ、ありがとう。いいえ、私も安心したわ。この世界のことはあなたに任せてよさそうね。え、この世界って、カサネはこれからどうするつもりなんだ？まだはっきり目的が決まってるわけじゃないわ。でも漠然とこの世界の外のことを考えてる。外？この世界、ニューヒムカの外って、まさかあの月？人類が月から来たって話を聞いてからずっと気になってはいたの。この世界の外に私の知らなかった世界があって、そこには私の知らない人たちが生きている。そして地上と同じようにみんな苦しんでいる。怪異に襲われる人たち、怪異化した人たち、そう考えたら放っておけない気がしたの。私が何か力になれるんじゃないかって。月の世界か。話としては理解したつもりだったけど、スケールでかすぎて全然実感できてなかったよ。ましてそこに生きてる人たちを助けるなんて考えもしなかった。やっぱり重ねはすごいな。すごくなんかないわ。私はただ守れたはずの人を見過ごして後悔したくないだけ。そう、
お姉ちゃんにずっと守ってもらってたから、今度は私が誰かを守る側になる。カサネはさ、そうやって誰かを守るためにたとえ一人でも前に出て立ち向かっていくんだよな。まるで怖いものなしみたいに。子供の頃の俺はその姿に憧れたんだ。俺もそんな風になりたいって。もう十分なっていると思うわ。それに私が一人でも怖いものなしだなんて買いかぶりすぎよ。さっきあなたも言っていたでしょ、本当に大事なつながりは会えなくなっても消えたりしないって。それってナオミのこと？お姉ちゃんだけじゃないわ。ママとの記憶も、あなたやみんなと過ごしてきた思い出も全部私の胸に残ってる。ずっと私のそばにいる。怖がらずにいられるのはそのことに気づいたからよ。一人でも一人じゃないってことか。いいな、それだから今ならどこへでも行ける気がするの。あの空の向こうだって夢みたいな話だけど。行けるよ、きっと。いや、絶対。ありがとう。ってことは俺もカサネもこれからは別々の道を行くことになりそうだな。私たちだけじゃないわ。みんなそれぞれの道を見つけて少しずつ離れ離れになっていくんだと思う。うん、寂しくないって言えば嘘になるけど、離れていても仲間だから。ああ、さてと、そろそろアジトに戻ろうか。そうね、戦いの前にも後にもやることが山積みだもの。まずは目の前のことから片付けないと。でもちょっと楽しみだな。カサネの話聞いたらなんかワクワクしてきたよ、これからのこと。簡単なことではないわよ、お互いに。だから頑張りましょう、それぞれの場所で。ああ、絶対今よりいい未来にしてみせる。どれだけ時間がかかっても。時間をかけるのもいいけど、のんびりしていると私が先に月を平和にして戻ってくるわよ。え、これ競争なのか？カサネは負けず嫌いだな。カサネ、待ってくれ。渡したいものがあるんだ。これ受け取ってもらえるかな？私に？これはイヤーカフよね、ユイトが作ったの？ああ、このイヤーカフが俺を守ってくれたみたいに、俺もカサネを守ってくれる何かを渡したいと思ってさ。ああ、もちろん記憶の保存とかの機能はないけど、思い出をなくさないようにってお守りかな。ありがとう、綺麗ね。大事にするわ。喜んでもらえてよかった。どうしてもカサネにそれを渡したくてさ。俺にとってのカサネって憧れの目標だったり、仲間で友達で、一言じゃうまく言えないけど、でもはっきり言えるのはカサネみたいな相手は他に誰もいないってこと。まあ、命を狙われたことがある友達なんてそんなに多くはいないでしょうからね。まあね。でも一番最初に出会った時は命を助けてくれただろ。カサネにとってはつい最近か。あなたが子供の時のこと？何年も前のことなのによく私の顔を覚えていたわね。ああ、ずっと覚えてたよ。
今思うと擦り込みみたいな感じだったのかも。この顔は俺を助けてくれる人の顔だぞってさ。それぐらい嬉しかったんだよ。いつでも思い出すと心強い気持ちになれたんだ。自分の味方になってくれる誰かがいるって思えたから。俺もカサネにとってそういう存在になりたいんだ。だからそのイヤーカフを見たら思い出してほしい。カサネがどこにいてどんな状況でも俺は絶対君の味方だって。ええ、きっと忘れないわ。よし、それじゃ渡すものも渡せたし、今度こそアジトに戻ろうか。私は後から戻るわ。ユイトは先に行っていて。そうか、わかった。じゃあアジトでな。広いわね、空も地上も。気が遠くなるぐらい。大丈夫、やっていけるわ。一人でもどこにいても。さあ行きましょう。前に重ねを頼りにしてるって言ったけど、それだけじゃダメだなって最近思うんだよ。どういうこと？みんなにもたれかかられてばかりだと疲れちゃうだろ。俺も重ねを支えたいって思う。仲間なんだから。重ねにとってのナオミにはなれなくても、俺にとってのバッキーちゃんにならなれると思うんだ。バカね。でもありがとう。これからもよろしくお願いするわ。一緒にいられて本当に良かった。俺と出会ってくれてありがとう、カサネ。私も同じよ、ユイト。あなたのことをこんな風に思うようになるなんてね。相変わらず見事なグデアラっぷりね。お褒めに預かり恐悦至極。カサネは相変わらずきっちりしてて息苦しそうだな。褒めてるのよね、それ。どうもありがとう。それで最近吹雪連隊長との仲はどう？なんであいつが出てくるんだ？行方不明になった吹雪連隊長を助けに行ったでしょ。超能力をフル稼働して探し回ったくせに忘れたの？そんなこともあったかな。こう日々いろいろあってはさまつなことなど覚えていられなくてね。ま、生きているとは思うよ。それは何よりね。いつも通り。結局嵐は嵐か。カサネ、姉さんの様子はどうだ？何かおかしなことはないか？いえ、何かあったんですか？今朝突然おはようとメッセージが入っていたんだよ。こんなことは物心ついてから初めてなんだ。もしかしたら何かの暗号か、そちらで問題でも起こったのかと思ってね。異常はありませんし、嵐はいつも通りに見えます。今もソファーでくつろいでいますから。サボってるんだね。でもよかった、安心したよ。すまないが、何か変わったことがあったら連絡を頼む。吹雪連隊長も心配性ね。でも一応確認しておこうかしら。嵐、ちょっといい？外へ出て町の方まで食事に行かない？外？外なんて、まあたまにはいいか。でどこへ行く？本当に変だわ。
吹雪がそんなことを。失礼なやつだな。重ねも石膏をよろしく使われたことに怒りたまえ。大げさね。文句があるならまたメッセージを送ったら。それにしてもどういう心境の変化。弟への連絡もそうだし、食事の誘いにも乗ってくるし。言っただろう、無駄は嫌いだが悪じゃないって。もう少し生き方を微調整してもいい気がしたのさ。私自身のバージョンアップみたいなものかな。重ねの髪飾りも、ナオミの料理の話も、それにあいつの手紙も、私が今まで無駄だと切り捨ててきたものの中に悪くないものが混じってたんじゃないかと思ったんだよ。嵐バージョン1は欠陥が多かった。バージョン2は長く稼働してたが改善点が見えた。つまり今は嵐バージョン 2.1 の稼働テスト中、オープンベータ期間というわけさ。何よそれ、分かりにくいわね。でも嵐バージョン 2.1 も悪くないわ。そうか、フィードバックは受け取った。今後の参考にさせてもらうよ。さあ、食事も終えたし気力は十分だ。それじゃあ私は寝る。そこで仕事をするって言わないあたりがバージョン2ベースって感じね。そう簡単にあれこれ変えるとエラーが出るからね。バージョンアップは少しずつだよ。あの手紙はもしかして。やっぱりあの時捨てたはずなのに。初めての思い出の品ね。嵐バージョン 2.1、 結構な大型アップデートじゃない。大丈夫よ。じゃあスオーのカフェにでも行きましょうか。カフェ、うん。それで何を相談したいの？その言いにくいことなんだけど、恥ずかしいお願いだし、とっても言いにくくて。言いにくいのはよくわかったわ。話せそうになかったらまた今度でもいいけど。ううん、勇気出す。私変わりたいから、ずっと思ってたの。もっとみんなと仲良くなりたい。そのためにもっとうまく話せるようにならなきゃって。だからもしよかったら、重ね相手に人とおしゃべりする練習させてほしい。会話の練習ね。私が適任とはあまり思えないけど。重ねがいいの。重ね相手だと話しやすいから。そう、つぐみがそれでいいなら私は別に構わないわ。よかった。でも練習って
何を話せばいいのかしら。じゃあ私が話題を出すから、あの最近どう？最近特に問題ないわ。そうなんだ。問題ないっていいことだよね。そうね。あ、じゃあ好きな食べ物とかある？嫌いな食べ物でもいいけど。特にないわ。そうなんだ。好き嫌いないの、いいね。ええ、そうね。それから、あの最近の流行のファッションとかどう思う？よく知らないわ。興味ないから。そうなんだ。私も、うん、あの、あと何を話せば。話題続けなきゃ。つぐみ、落ち着いて深呼吸して。なんだけど、やっぱりいつも通りに話した方がいいんじゃないかしら。でも無理に話題を探さなくても、植物の話とかあなたの好きなことならもっと楽に話せるでしょ。そうだけど、でもそれじゃ練習にならない。もっといろんなことたくさん話せるようにならなきゃ。じゃないとみんな私と話しても楽しくないから。仲良くなるにはみんなが喜ぶ話しないと。そのみんなっていうのは私も含まれるの？どうして？私、今までつぐみと話していてずっと楽しかったから。本当？ええ、世間のみんながどうかは知らないけど、私はつぐみの話をもっと聞いていたいと思う。でも私、かさねはずっと我慢して無理して私の話聞いてくれてるんだと思ってた。話すのも遅くて時間かかるし、いつも迷惑かけて申し訳ないなって。私そんなに我慢強い方じゃないから、迷惑だと思ったらさっさと帰ってるわ。つぐみは私の知らない知識をたくさん持ってるし、それにいつも人のことを気遣ってる。そういう優しさがなんとなくお姉ちゃんと話していた頃みたいで、居心地のいい時間だったわ。かさね、つぐみ、顔が赤いけど大丈夫？大丈夫。ただそんな風に言ってもらえるなんて思ってなかったから。私ずっと変わらなきゃって思ってて、自分はこのままじゃダメだから違う自分にならなきゃって。でも重ねみたいに今の私をそのままで楽しいって思ってくれる人がいるなら、私自分で思ってるほどダメじゃないのかな。
きっと私一人じゃないわ。カゲロウやユイとアジトのみんなも同じように感じてるんじゃないかしら。今ここにいるありのままのつぐみが好きだって。そうなのかな。そうだといいな。じゃあ私先に行くね。ええ、またアジトで。あの、私重ねと会えて本当に良かったと思う。だからもう一つだけお願い、聞いてくれる？それは内容によるわね。何？私重ねの友達になってもいい？もし嫌じゃなかったら。構わないわ、別に嫌じゃないから。でも友達ってつまりどういうもの？何をすればいいのかしら。改めて聞かれるとなんだろう。一緒に話したりお茶したり悩み事相談したり。それって今までずっとしてきたことよね。そうかも。つまり私たちだいぶ前から友達だったってこと？うん、そうみたい。じゃあ今まで通りまた友達っぽいことする？いいわね、いつでも連絡して。重ね、例の渡月の残党から連絡が来たの。比叡の山中のある座標に行けと指示されたわ。おびき出して情報を探ってみるつもりよ。一緒に来てもらってもいいかしら？ええ、もちろん。でも私たち二人ならおびき出したらそのまま倒して捕まえる方が手っ取り早いんじゃない？それは向こうの出方次第ね。まずは指示された場所へ行って姿を現すのを待ちましょう。分かったわ、比叡野さんに向かいましょう。指示された座標はもう少し先よ。このまま進みましょう。強化。まだ不安を感じている。自分の存在が頼りないって。そうね、重ねのおかげで言わないだけで。も今のやるべきことに集中しましょう。敵は電気で攻撃してきてるわね。当てると大変よ。ビリビリして動けなくなるから。続けていく。物資が手に入ったわね。今ね、敵が何か落としていったみたい。決めるわ。終わりまず終わりじゃない。
さて一緒にやっちまうか。私の超能力はきっと役に立つわ。自爆がお得意の怪異だわ。近寄らせたら危険よ。気をつけて。飛んでみましょうか。よし、やったわ。よし、続けていく。やったわ。Let's go.
これで終わりみたいね。いいえ、まだよ。そこにいるのは分かっているわ。こっちに出てきたらどう？くっ、捕まえる準備ができていなければわざわざ声をかけたりしないわ。さて、それじゃあ話を聞かせてもらいましょうか。どうやらここに来ているのはあなた一人みたいね。その顔、京香と同じ。予想していたことではあるけど、やっぱりあなたもデザインチルドレンの一人なのね。言っておくけど、たとえポープ博士の脳科学技術でもベイブのデータ復旧は不可能よ。無駄骨だったわね。ふっ、戦慄だな。どういう意味？この状況で強気に出るのは得策ではないと思うけれど。必要なのは技術や知識ではない。お前の脳そのものだ。ポープ博士の記憶を持つただ一つの脳。そういうこと。私の脳を使って新しいベイブを建造するつもりだったのね。え？ベイブはあらゆる事態を想定し対処するための無数の計画を用意していた。今の状況もその一つに過ぎない。本体の機能が損なわれた場合はスペアを使用する。我々トゲツはその計画を忠実に遂行するだけだ。あなたをかわいそうに思うわ。もう命令する者もいないのに、他に生き方も知らず、行く場所もなく、与えられた命令をただ実行することしかできなかったのね。かわいそうなのは自分の方だろ。何ですって？崇高な目的に従っている限り、私は迷いも不安もなく常に幸福なまま生きていられる。それに比べてお前はどうだ。目的を失い、存在価値を失い、不安に怯えて毎日を生きるしかない。私たちの話を聞いていたの？聞かずともわかる。私とお前は同じ価値のない命だ。ただトゲツだけが我々に価値を与えてくれる。違うわ、それは。私は強化、危ない。強化とあなたは同じじゃない。あなたはただの操り人形よ。不安や迷いなら私にだってあるわ。だけどあなたみたいにただ利用されて生きるくらいなら、不安を抱えながらでも自分の足で生きる方がずっと価値があるに決まってる。重ね、ざれ事を重ねようとお前の本質は変わらない。お前自身が一番よく知っているはずだ。
そうね、分かっているわ。私はきっとこれからも不安に怯えて震えながら生きていくんでしょう。でもそれでいいの。重ねのおかげで気づけたわ。この不安は私が操り糸を断ち切った証なのね。私はもう自分の足で歩き出した。ポープ博士の記憶があろうとなかろうと、私は私なの。自らの意志で未来を選んだ時から、私は強化という一人の人間になったんだわ。彼女の身柄はスオウの叱るべき相手に引き渡したわ。渡月残党のことは政府に任せましょう。さて、これでやっと心配事が一つ片付いたわね。強化、気分はどう？私はやっぱり不安ね。でも嫌な気分ではないわ。この不安も私の一部だって分かったから。重ね、この間の占い師のこと覚えている？長い列に並んだことなら覚えているわ。あんな風に占いが繁盛するのはきっと誰でも未来への不安があるからなんでしょうね。そういうものなのかしら？そういうものなのよ。不安と付き合いながらみんな少しずつ前に進んでいくんだわ。さ、私も自分の未来を占ってもらわなくちゃ。今度こそ一緒に行きましょうね。つまりまたあの長い列に並ぶのね。でも強化が元気になってよかったわ。ルカと少し話したいかも。吹雪連隊長から連絡来たぜ。すぐにスメラギ寮へ向かってくれって。本部長が来てくれるらしい。兄貴が？そういえば兄貴って今どういう状況なんだ？まだ立場は本部長だけど、権限はほぼ移譲されてて、ほとんど表には出てきていないみたい。おそらく政府は全ての責任を押し付けて切り捨てるつもりなんでしょうね。本部長もそれを分かっているから手を貸してくれる気になったのかもしれません。協力してくれるのならそれでいいわ。急いで向かいましょう、スメラギ寮へ。